初めて観葉植物を始める方は、ポトスを買う方が結構多いかと思うんですけど、僕もですね、観葉植物の中で一番大好きなのが、このポトスになります。今回はポトスの魅力とその育て方についてご紹介していきます。ポトスはつる性の植物になりますので、普通のですねパキアですとかゴムの木みたいな上に伸びていく観葉植物とは違って、つる性なので伸びていくとこう垂れていく観葉植物になります。なので飾り方が普通の観葉植物とはちょっと異なりまして、例えば棚の上ですね、棚の上に置いていただいて、伸びてきたつるを真横からこう見ていただいて観賞する形ですとか、吊り鉢に植えていただいて上から吊るして伸びてきた葉っぱを観賞するという見方ですね。こういったようにちょっと違った観賞の仕方ができるのがこちらのポトスになります。そしてですね、ポトスの最大の魅力は何かといったらですね、なんといっても品種の多さにあると思います。これ今出回っている品種でも数十種類ですねポトス出ておりまして、つい最近にも新しい品種が出てるぐらいですね、盛んに品種改良が行われているものになるのがこのポトスですね。で、今回ですね、5品種ご用意できましたので、そちらをですね、ちょっと手短にご紹介させていただきたいと思います。で、最初はこちらのゴールデンポトスですね。よく皆さんが見るポトスで、とても丈夫なポトスになります。で、こちら葉っぱにですね、黄色い模様が入っていると思うんですけど、こちらがですね、フって言います。で、この黄色いフが入っているのがこのゴールデンポトスになります。で、次にですね、ポトスパーフェクトグリーンという品種です。で、こちらは符が入っていなくて、単色の色味になるんですけど、こちらもよく見るポトスだと思うんですけど、すごく育てやすい、丈夫なポトスになります。次はですね、ポトスライムという品種になります。こちらも符が入ってなくて単色の葉っぱになるんですけど、こちらも丈夫で育てやすい品種になりますね。で、次にですね、ポトスエンジョイです。こちらの葉っぱはすごいですよね。葉っぱが、まあ、白い符が入るものがポトスエンジョイになります。他の品種も入るものがあるんですけど、結構ですね、このポトスエンジョイはお店でも結構人気の品種になりまして、かなり明るい雰囲気を出してくれます。なので、こちらのエンジョイ一株置いていただくだけで、かなりパッとですね、空間が明るくなりますので、こちら、ポトスエンジョイおすすめの品種になります。で、最後にこちら、ポトステルノカーニバルです。こちらですね、霜降り肉のような細かい符が入っているのが特徴のポトスになります。かなりですね、かっこいいというか、かなりおしゃれな模様になりますので、お部屋にこちら一株置いていただくだけで、かなりおしゃれな雰囲気を出してくれる品種になるかと思います。で、ポトスの育て方なんですけど、ポトスはやっぱり丈夫で、すごく育てやすい植物になります。枝を切ってですね、それを水に刺すだけで根っこが出るぐらい生命力の強い植物になりますので、ぜひですね、初心者の方、おすすめの植物になります。で、日当たりなんですけど、ベストな日当たりは直射日光が入る窓にレースのカーテンを引いて柔らかい光が当たるところに置いていただくのがベストです。で、一応耐陰性もあるので、日当たりの悪いところでも育てることができます。で、そういったところで、ちょっと日が足りないかなという場合は、室内の照明、LED 蛍光灯、どちらでもいいので、それを半日以上当てていただくと、なおいいかなというところになります。で、水やりなんですけど、日当たりがいいところで育てている場合は、土の表面が乾いてからお水をたっぷりあげていただければと思います。で、日当たりが悪いところで育てている場合はですね、鉢の中の土がしっかり乾いてからお水をあげていただければと思います。で、冬ですね、ちょっと寒さに弱いところがありますので、真冬1月2月、気温がぐっと下がる夜間ですね、窓辺で育てている場合は、窓から少し離れたところに置いていただけると、寒さから逃れることができますので、そちらに置いていただければと思います。で、最後にポトスの花言葉は、華やかな明るさ、そして永遠の富になります。僕はもう6株持ってます。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。